これね、後期と思ったんですけど、実は後期じゃなくて、まあ、中後期、まあ、中期か。これ、その燃料メーターがあるのは全部後期と思ったんですよ。これ、このカーボン調でね。で、その白のそのスピードメーターでも、なんかこう、この燃料があるんですよ。前期は燃料のやつがないんですよ。で、白の燃料が中期で、で、黒の燃料が後期と思ってたんですよ。じゃなくて、まあ、これは、今、この黒の燃料メーターなんで、中期の後期っていう感じです。で、完全な後期はここに、ホーネットって書いてるみたいです。で、プラグ、まあ、プラグの方の色も違うということですね。いや、ちょっとね、スペック A、いい綺麗でしょ、これ。これ、ちょっとね、張り替えました、ここ。張り替えました。ではちょっと聞いてもらいましょうかね、マフラーの音。前のオーナーさんがね、もう橋の橋までこう使ってるんで、ケニチがこう乗ってね、まだそんなに立たないんですけど、こっからここまで使ってるってのはよう分かりますね。この橋を使わなければダメなんでしょうけども、なかなか使えないね。はい、ということで、まあ、今回は で編集します編集して、まあ、元ブログ的には、まあ、こまめにアップはできないんですけども、まあ、今後ともこのホーネットとともにバイク動画アップしていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。